今日はの話をしたいいと思いますまず最初この Web3 は何か Web3 とはっていう話なんですけどもえ細かい話に入る前に少し引いた大きい概念から入りたいと思うんですけどもあのまず Web3 は、まあ、一番分かりやすいのはこの会計のシステムの文脈で考えるとよくてで会計は多分7,000年前ぐらいまで戻るとあのスマリアっていう地域 まあ、メソポタミアっていう文明の中なんですけども粘土のタブレットに「まあ、キュニフォーム」っていう字であの会計を始めるわけですね、まあ、最初の大帳なんですけどもでこれによってその都市の管理者が、まあ、いろんな資材あの木だとかミルクだとかあのヤギとかを管理してでその中央を管理することによって 何万人の都市っていうのがメソポタミアで生まれてくるわけですよねで、その人間のこういういろんな資産,資産とか動きをコーディネーションするっていう意味でまあ会計っていうのはすごく役に立ってきたと思うんですけどもそして600年から700年前ぐらいにイタリアの商社が福祉木簿記っていうのをあの開発するわけですよねこれはあのペンと紙でそして福祉木簿記っていうのは一つの台帳と違ってまあいくつかの組織が貸し借りするだとかあの デビットとクレディットって言うんですけども、まあ、今だとバランスシートっていう言葉を皆さんもご存知だと思うんですけどもそういうあの PL とかバランスシート、まあ、会社がやる会計システムというのはそこから生まれてきてそして一つの中央を管理した大帳からあの、まあ、分散管理してあの会社みたいなのができるんですね。でちょうどその頃あの、まあ、賭博の研究をやってる、まあ、賭博を研究というか賭博をやっているあの学者とかがあの確率の数学とかをあの開発して。 その確率の数学からあの保険だとかあの金利だとかあの、まあ、今のファイナンスと言われているものが生まれてそしてその会計のシステムと数学を合わせて今の,あの現代の資本主義というのが生まれるわけなんですけどもそしてもうその700年前の時代からあんまり実はこの会計のレイヤーって開発はされてなくてそして今でもかなりデジタルの世の中にはなっているんですけども。 会社の決算となるとまたこの700年前紙とペンを使ってたあのバランスシートと PL でアウトプットが行われてででその前にいろんな今 AI だとかいろんなあのデジタルを使うんですけども一旦こうすごく紙に書けるようなものに全部まあ役員会なんか行ってもみんな紙で出てくるんですけどそこをまたベースにまたいろんなデジタルをやっていてでこの真ん中のこの会計のレイヤーは結構古いんですよね。 で今ウェブ3っていうふうに言われている、まあ、システムの中で一番重要なあの技術というかプロトコルがブロックチェーンというもので,でブロックチェーンは何をしてるかっていうと世界のどこからでも誰でも確認できるあの誰の持ち物でもない大腸、まあ、みたいなのがあってでそこにはもちろん誰が誰にあの何を移したかっていうあの過去ずっと遡るあの決済歴があるんですけどもその あのやり取りの決済だけではなくてスマートコントラクトといって,言って、まあ、契約書だとか関係性とかプログラムもこのブロックチェーンに書き込むことができるんですね。でそれによって今までできなかったようなとっても複雑なシステムを実は会計管理ができるとで今 Web3 の中で一番使われているブロックチェーンというのは Ethereum というブロックチェーンで。 で彼らの,あの今年のアニュアルレポートで書いてた言葉で僕好きなのは「イテーエン」Ethereum、は人間のコーディネーションのためのプロトコルだとだかよく考えてみると会計っていうのは今まで最初は中央集権でそれで多少株式会社を持って分散になってくるんですけども人間がいろいろ活動する中で会計によってその活動をコーディネーションできると管理をできるっていうシステムでただやっぱり今全部あの円とかドルに落とし込んじゃって。 そそしてそれを最適化するっていうのが今の資本主義のシステムでそれはすごく我々の合理的な産業革命とかを起こしてみんなに例えば健康だとかいろいろ生活は豊かになるんですけれどもただその最適化によって環境破壊が起きたり貧富の差が起きたりするのでそういうもっと複雑な文脈をどうやって管理してどうやって社会を世の中を良くしてウェルネスをどうするかっていう話結構 SDGs とか議論されていると思うんですけれどももしかすると こういう複雑な文脈をちゃんと管理して、そして一つの会社ではなくてこのパブリックブロックチェーンというところでそれを管理するということによって、あの今までできなかったあのすごくもっと人間社会にふさわしいコーディネーションができるんじゃないかなっていうのがあのウェブ3のま社会的なあの意義だと思うんですよね。そしてブロックチェーンっていうのはあのもう一つちょっと違う視点で考えると、あのインターネットの前は電話会社っていうのが 全部土管から交換機からサーバーからコンテンツから全部管理しててそしてその電話会社の中でその、まあ、あの生態系が動いてたんですけれどもあのインターネットによって何が変わったかっていうとあのプロトコールっていうのが生まれてその、まあ、オープンプロトコールっていうのができてそのあのこの線の中でのこうデータ通信のプロトコールは Ethernet っていうのができて。 でそのコンピューターとか接続されているシステムのアドレスどうやってつながっているかっていうところは、まあ、TCPIP っていうプロトコルがあってで例えばその上にそのホームページの規格は HTML っていう Web のプロトコルがあってそれぞれのプロトコルっていうのは研究所とか研究者が開発してそして国でもない民間の NPO がそのプロトコルを管理してるんですね。でこれはもう完全に非営利の あの自分の損得考えない人たちがやってるオープンプロトコルのレイヤーで,でその各プロトコルの上にあの上とか下に民間企業があるわけですよねだから例えば Ethernet を使ってあのスイッチを作った 3COM という会社があったり TCPIP っていうのを使ったあのプロトコルのルーターを売ってる Cisco っていう会社があったり。 で例えばアマゾンみたいなのは HTML を使ったいろんなウェブの,あのビジネスがあるんですけどもだからこういうあのオープンの非営利のプロトコルとあの営利目的の会社が、まあ、レイヤーケーキのようにこう重なっていてで各レイヤーで競争が起きてで各レイヤーは上と下のレイヤーとあんまり直接ビジネス接続されてなくても勝手に動けるとだから縦に全部つながってたものが横でレイヤーに切られたことによって、まあ、コストは下がって競争は上がって。 あのすごいイノベーションは活性化するし国民にとっては、まあ、一般の人たちにとってもすすごく良かったと思うんですよねで今は何が起きているかっていうとこのビットコインとかイテリアムがあるブロックチェーンのレイヤーっていうのはこのウェブの上に乗っかった新しいレイヤーで,でここにはあの銀行とか金融とかあのいろんな今まで あのなんだろう契約書とかその資産があるレイヤーです、ね、ででその一番下の土管のレイヤーの時には、まあ、電話会社がかなり改革あの構造が改革されてそしてあのウェブのレイヤーがあのできた時には、まあ、広告代理店だとか物販業だとか出版業がすごく変わったと思うんですけどもこのブロックチェーンのレイヤーがどんどん普及してくると、まあ、証券会社銀行国 弁護士士会計士この人たちがいるレイヤーがこれから今改,改革を起きようとしているのがもう一つあのこのブロックチェーンとかウェブ3の,あの、まあ、レイヤーで考えた時の特徴だと思うんですね。でよく、まあ、なでなんでウェブ3って呼ぶかっていうとまずあのウェブがある前にからインターネットあるわけですだからあのウェブがなかった頃はみんな E メールで使ってたから最初はインターネット使って。 今までバラバラだった e メールが全部総合接続できて世界の誰でもどこにでもメールが届くとでこれがキラーアプリケーションと言われててすごくやっぱり流行る理由だったんですねでそれによってインターネットって世界中に普及してバラバラだったネットワーク一つのネットワークになるとでそのネットワークを使って今度ブラウザーを通じてウェブっていうのができてそれで世界中のいろんなサーバーが誰でも見ることができたのでだから昔だったらあのあの、うんまあ、誰でも見ることができて そして、まあ、世界のどこからでも読むことができる読むウェブっていうのがウェブ1 0で,でウェブ2 0って言われているのがモバイルとかクラウドとかが出てくることによって今までだったら誰でも閲覧することはできたけれども書くのは結構難しかったんですけどもウェブ2 0の時代は、まあ、ソーシャルメディアの時代で世界のどこからでも投稿する書くことするができるっていう世界だったんですね。だ読んんだだりり書いたりするんだけども 実際に組織を運営したり価値を動かしたり組織の設計というのは難しくて Web3 というのは世界のどこからでもトークンを手に入れたりそのトークンを使って投票したり実際に価値があるものを動かすことができるのでのが参加することができるのが Web3 だから最初はメールそれで読むそれで書くそれで僕は Join と言ってるんですけども参加することができるのが Web3 と。Web 3 0っていうふうに言う人はいると思うし、まあ、別にすごく間違ってるわけではないんですけれどももともとティンバー・ネスリーっていうあのウェブの創業者がウェブ3 0って言っていてで彼は「セマンティック・ウェブっていう,うあのテキストがデータベースのように意味が出てくることをウェブ3 0 3 0って言ってたんですけども。 あのそれよりも先にこのクリプトによってウェブが完全に改革が始まったのでやっぱりクリプトだとかブロックチェーンの人たちは自分たちのことを少しちょっとサブカルチャー系でアンダーグラウンドなので小文字ウェブ3って呼んでるのでだから僕はどっちかというとこのブロックチェーンのことをウェブ3って言っているので3.0より3っていうのがまあちょっと細かい話なんですけども僕の,あの感覚ですで。というわけでウェブ3っていうのはどんどん伸びてきていて。 ただじゃあ何に使うのかって本当に役に立つかっていう話なんですけどもあの今すぐ Web3 でやった方が便利なものっていうのはそんなにたくさんないです。これ Web とかインターネット思い出しても1999年ぐらいだとあの CD をダウンロードするのに1日かかったんですよねだから今のストリーミングなんかありえなかったしそして最初僕もメール使ってた時にあまりメール使ってる人いなかったので送る相手がいなかったんですよね。よく電子メールの話を最初言ってた時にも あのファクスの方がいいじゃんと何が違うんだっていう話をよくされてたんだけどもでも今となればなんかファックスよりも圧倒的に E メールの方が便利だし安いしスケーラブルなのでそれと同じで今 Web3 を使わないでデータベース使えばいいじゃんとかっていうの結構あると思うんですけどもただやっぱりどん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  Web3 が普及して安くなってくると Web3 でやった方が便利なものって増えてくると思うんですよね。 でもう一つあのさっきの話も少し出たんですけどもそのブロックチェーンというのはどっかの会社に書き込んでるわけではなくてオープンの世界に書いてあるのであの完全にオープンプロトコルで,でこれもいや使ってみるとだんだん分かってくると思うんですけどもどっかのサービスで何か買ったら他のサービスでそれが使えないでそれは今普通今メッセンジャーもつながってないしメッセンジャーの中のステッカーも他のメッセンジャーで使えないのがみんな普通だと思ってるんですけども。 普通じゃないよねとみんながどっかで買ったものは他で使えるっていうのはだんだん当たり前になってくると思いますのでそういうような感覚がだん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 あのみんなに分かってくると思いますしブロックチェーンは世界のどこからでも見れるものなのでユーザー数だとか誰が管理してるかっていうのを全部見れるので透明性がすごく高い。そしてプログラムかかけるだから今の Web3 でみんな見てる NFT とかっていうのはすごくシンプルなプログラムこれはあの誰が使用してるどの絵かっていうのはあると思うんですけども実はもっともっと複雑なプログラムっていうのも書き込めるのでそして今あの裁判所と警察と弁護士がやってるようなものもだんだんプロ,グラムがプログラム化されるようになってくると、まあ、いい意味でも悪い意味でも本当にあの社会が変わると思うんですよね。で最後は後で少し話しするんですけどもダウっていう非中央集権型 あの自立組織っていうのがあるんですけどもこれは多分株式会社の次にあのできてきている新しいあの組織の在り方だと思いますのでこの辺りが多分 Web3 の一番重要な特徴だと思うんですよね。 でウェブ2の時には何が起きたかっていうとこのプロトコールっていうレイヤーさっき言ってたオープンプロトコールなんですけどもあんまりお金は流れなくて結構あの,このインフラのレイヤーはあんまり利益率も取れなくて結構ピーピーしてたと思うんですね。で昔強かったコンテンツ例えば新聞社なんかは昔は直接お客さんとやり取りしてて利益率も良かったんですけどもこの。 ソーシャルメディアの時代フェイスブックとかツイッターになるとお客さんはそこにつながっていてでコンテンツはそこを通じて入ってくるのでコンテンツに行くお金とコンテンツに行くあの、まあ、力っていうのもすごく弱くなってたのでコンテンツレイヤーとインフラレイヤーって少し薄くなってきたんですけども Web3 になってくると何が変わるかっていうとその誰が何を持っているかとかあの個人の,あのいろんな資産っていうのはこのプロトコールのレイヤーに入っていて。 そしていろいろ運営する手数料っていうのも直接プロトコルに払われていっているのでプロトコルがすごく厚くなってきているんですねそしてこのアプリケーションのレイヤーでは競争が起きてどんどん薄くなってきてでお客さんはこのアプリケーションプラットフォームのレイヤーにいないとそうするとコンテンツレイヤーも太くなってくるのでだからコンテンツ産業とかこのプロトコルのところが Web3 では強くなってくると思うんですねで実際にあの今、まあ、Facebook だとか Twitter みたいなところっていうのは あのまあアップルなんか三割手数料取るし、フェイスブックのメタは。まあ五割以上取るって言ってるんですけれども。例えば N. F. T. のマーケットプレイスの一番大きいのはオープンスイーなんかは。二点五パーセントしか手数料取らない。なぜかというと、どっかのマーケットで買っても、どのマーケットでも N. F. T. って売れちゃうんですよね。その N. F. T. 持ってるっていう情報は。あのプロトコルレイヤーにあるので。したがって、このアプリケーションレイヤーというのは。もう強制的な。あの競争が起きるわけなので。っていうわけです。アプリケーションは競争が。 激しいし利益率が薄くなってそして今度アプリケーションの上のコンテンツレイヤーが強くなってくるっていうのが Web3 の設計で,でそういう意味で意外にあのコンテンツレイヤーが強いゲームとかアニメとか音楽が強い日本にとってはこれいい構造の変革だと思いますこの動画が良かったと思った方はぜひいいねを押してくださいそれと Web3 をもっと深く掘り下げていきたいっていう人たちはぜひこの 右上の私ののの私私 YouTube チャンネルにも行ってみてみください私の一番最新の本でですすすテクノロジーが予測する未来ですこれは Web3 の入門編でいろんな事例を通じてなるべく分かりやすく Web3 を説明してますので Web3 っていう言葉は聞いたことがある人でちょっと知りたい分かりやすく知りたいっていう人にはちょうどいいと思います伝えでも買えますのでぜひ皆さんお買い上げください